ついに、来た。皆さんこんにちは。ザワチャンネルのザワでございます。はい、今回は、本日発売の、高田ミーモールオリジナルの商品、紹介したいと思います。それこちら、ハーポン、フォーディーゼット、フィフティーズアニバーサリーコレクションモデル。イェーイ、ふふー。はい、そういう、今回は、フォーディーゼットの、フィフティーズアニバーサリーコレクションモデル。の方を紹介したいと思います。それでは、レッツゴー。それでは、オープン。 Z の担当の方の、まあ、統括責任者の方の、あれが、言葉があって、で、そこに、下にはこの3台が乗ってるって感じですね。それでは、開けていきましょう。まあ、とりあえず、箱の方を見ていきましょうかね。前はこんな感じで、後ろはこんな感じですね、車自体は。3、2、1、It is a go time time! おぉ、これまたいい感じにできてますね。とりあえず全部、まあ、一体、この中から出しましょう。出しました。どの車両から行こうかな。それではこの真ん中のモデルから行きましょう。はい。こちらのモデルは、フェアリーゼッツ、ニスモですね。やっぱりこの黒ビカリな感じ、いいですね。いかにも、スポーツカーな感じがしますね。ちょっとこれ興奮してきますね、これ。マイヤー日産のマークと、あとは、まあ、こんな、空力パーツがあって、まあ、これニスモモデルですからね。型も少し違いますね。こちらと比べて。で、横を見ていきましょう。うん、やっぱり横も空気が流れるようにできてますね。まあ、ここのタイヤのところだとか、同じスポーツカーでもあんまりタイヤの方は剥き出しになってないんですけど、やっぱりニスモモデルは、速さ重視というか、速度重視なんで、やっぱりそういうとこは、まあそこの方が出てきますね、ここのタイヤの方が。で、中の方を見ていくと、こんな感じで、中も結構鮮明に作られてますね。で、後ろの方を見ていくと、こちらにフェアリーゼット、そして日産のマーク、そしてニスもありますね。で、こちらのライトもやっぱりスポーツカーっぽいデザインにとなっております。で、後ろもやっぱり、後ろもこうなってるのいいんですよ。こうなってからの、こうなって、こうなって。で、リアスポイラーの方もついてますね。やっぱりニスモ感がしますね。で、左右対称なデザインって感じですよね。ここになんかついてますね。これはなんだ？センサー的なものですか？横を見ていくと。で、ちょっとまあ見にくいけど、こちらにはドアノブとかついてますね。それでは、機能の方見ていきましょう。機能の方はサスペンションと、こちらのドア開閉。かっこいいですね、お。はい、それでは次はこちらの、フラワーリーゼッツ、フィフティスアニバーサリーの方を見ていきましょう。これで一目見て言えるのは、やっぱり少し型が違うところですよね。さっきも言ったと思うんですけど。で、やっぱり色も、黒と銀色のツートンなんで、やっぱり、こっちとは違うかっこよさがありますよね。で、ここには二重の線。まあ、要はフェアリーゼットの、フィフティーズアニバーサリーモデルの、まあ、これですね。象徴の線的な。で、それで、まあ、ここにドアノブがやっぱり見やすくなってますね。後ろの方には、ここに、日産のマークと、ニスモのマークがないですね。で、残ってるのは、フィアリーゼットの、名前のところだけですね。リアスポイラーが、まあ、やっぱり低くなってますね、高さが。まあ、型が違うんでしょうね、やっぱり。で、あとは基本的に同じなのかな。で、あと、型が違うところは、ないかな。あとは、あと、ここの方も違いますね。こちらの。ほら。で、機能の方を見ていくと、サスペンションと、ドアの開閉ですね。こちらもやっぱり、こちらとモデルとは違う、かっこよさってのが出てますね。で、中の方を見ていくと、
ハンドルは右で、それでは次の、まあ、一番最後は、こちら、初代のフェアレディゼット、見ていきたいと思います。こちらはこちらで少し違う感じがあり、やっぱり触り心地とか違いますね。少しダラダラする感じですけど、こちら滑らかで、滑らかな触り心地ですね。やっぱり形状も昔のクラシックカーって感じがしますね。で、主な形は、ここのこうなってる、後ろのこうなってるところとか、は普通の、こちらのモデルの方と変わんないですけど、やっぱりリアスポイラーがついてませんね。それとあと、車内が少し狭そうな気がします。で、前は長いですね。まあ、ただ、そういうところも、昔の Z の魅力なんですよね。で、まあ、昔の Z の魅力といえば、ここの、ライトですね。ライトは奥に行ってるみたいな、奥に行ってるみたいな感じのところと、まあ、あとは、昔のクラシックカー感じですね。で、吸引はここにあって、ドアノブはここにあって、で、こっちは空気を取り入れていこうかな、ここは。で、後ろの方を見ていくとなんか、裏側もやっぱり昔のトビカって感じがしますね。これ昔のやつの、昔のあの、発売してたトビカの方の方なんでしょうかね。かなかでも、まあそのまま再利用したんでしょうかね。それとも、ただ単に昔な感じを出したかっただけなんでしょうかね。こっちの方が軽いですね。で、大体な感じのデザインは、まあ、昔の Z とかと変わって、今の Z と昔の Z は変わってませんね。次は、機能の方を見ていきましょう。機能は、サスペンションと、こちらのドア開閉ですね。こっちもこっちで、結構魅力を感じます。それでは、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram の方も、概要欄からフォローをお待ちしております。それでは次の時間に会いましょう。